よ。よろしくお願いします。はい、ハードオフ行ってきました。今回ですね、鎌倉大船モール店ってことで、港南の2階にあるね、店舗ですね、モールの中にありますので、営業時間が10時からとなってます。だいたいね、ハードオフって10時半なので、ちょっと珍しい店舗ですよね。はい、で駐車場はゼロってことなんですけど、港南に止められるのでほぼ無限です。はい、でこんな感じですね。地図はね、ちょっと駅から遠いんでね、電車の方はバスも利用してください。はい、有馬店長からの一言ってことでね、当店は楽器をはじめいろいろなね、商品を扱ってます。楽器好き、レコード好きのスタッフもいますので、徐々にね、商品がね、充実してきました。ネットモールも掲載してますので、ぜひね、店頭のネットモールも覗いてみてくださいとのことです。有馬店長、よろしくお願いします。はい、武蔵野県やった。左東道ね、左東道です。東道の若い頃ね、やったでしょ。月の東道ですよ。懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい。からの、たけしの挑戦状。これやってみたいな、もう一回。意外と高い、880円。たけしの挑戦状やったよね。世代の人やったでしょ？ね。結構ね、フィギュアもね、豊富ですね。こちらの店舗。はい。だね、ホビーなんかもあるのでね、飽きないかな。まあ、複合店舗なのでね、オフハウスとのね、ありますよね、そりゃ。ただね、複合店舗なのでオフハウスの面積がちょっと大きいかなーって感じはする。だからね、ハードオフ自体はね、ちょっと狭い感じは私はしましたね。はい、だってジャンク箱とか全然ないもん。はい、こちら、俺はいらないけど欲しい人は、まあマウスもセットでね、1000円ちょいなんでいいんじゃないですか。どうですか。新品でしたよ、未使用ね。そう、ジャンクここだけなの。PC 系のジャンク寂しいでしょ。はい、マザボセット、これ CPU もついてんじゃない、メモリは抜いてるって書いてあるけどね、880円。チャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか。ほら、こんだけノート PC、 こんだけだし、はい、デスクトップ、これね、 i3 のね、2000いくつだったな、ちょっといらない、1650円。まあいいけどね、改造するにはいいよね、あの手のね、スリムタワーね。ね、少ないのジャンクが。多分ね、俺ね、ここのお店ね、鎌倉大船モール店ってね、ジャンクが少ないの。中古は結構いっぱいあるのよ。なんでかっていうとね、すごい丁寧な店舗なの。だからね、すべてにね、梱包されちゃってるというかね、なんかね、袋に入っちゃってるの、すべて。だからね、ジャンクなものもジャンクじゃないというかね、なんかね、そういう感じが伝わります。だからね、突拍子もなくいいものがね、たまにあるような店舗ですね、私の見た感じだと。で今回は私がなんかね、ビビビッと来るものあったかな、なんかあった気したけど、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、まあ、ちょっとジャンクが狭い。その分、まあ、いいものがね、ボーンと出てくる可能性はある。ほら、2200円、ハローキティの電話。これいいでしょ？欲しくない？かわいい。かわいいのよ。まあ、こういうね、こういうジャンクを望んでるんじゃないんで、あれですけど、やっぱね、PC 系の人にはちょっと物足りない、あ、どうかなって感じ。はい、スーファミ1100円。いいね。ね、スーファミ欲しいっしょ。今更欲しい。置くとこないんだけどね。はい。で、ファミコン。550円。とにかくカセットを挿したい。ファミコンどうしてもすぐ取っちゃうんだよね、手に。なんかいいなーとか思いながらさ。そう、いつかやりたいやつ。はい、ハンコンね。そうなのよ、ジャンクがね、ちょっと少ないかなーって感じ。ハードオフのね、敷地面積がちょっと狭いです。オフハウスの方がね、全然広い感じなんでね。まあそれはね、いろんな店舗のね、そうニーズ、地域のニーズやね、なんか競合他店のね、がどこにあるとか、そういうの全然変わってきますからね。まあそれは戦略なんで、ハードオフさんの。それにね、口出しするつもりはありませんが、まあ、ハードオフのね、その PC 系をね、巡る、ハードオフ巡りが趣味の僕としてはちょっと寂しい。かなって感じ。だってジャンクここだけなんだもん。ジャンク。ジャンクのマザボとかないよ、ほぼほぼ。ああいう、グラボとかも。ほとんどない。箱に入っちゃってんじゃん。ね？こういう青箱の中にはないのよ、あんまし。これ、これ安かったらちょっとあれだったよ。なんか高かったんだよね、確か。あの手のね、片手キーボードね。片手キーボード買いましたよ、初め俺も。でも全然使えねえんだよね、片手のキーボードって。マジで。はい。ね。これ PC2 だよ。メモリー。こ
この梱包だよ、丁寧なのよ、うん、お店が丁寧なの、うん、だからねジャンクが少ないのよ。ほらこのマウスとかも、これジャンクでもいいでしょ、だって別に。え、この袋の入り方なのよ、丁寧なのね。そういうこと。はい、 CP クラサイズ、これ3300円はちょっとないね。だってね、ないよね、ないでしょ、うん、これは買わないね、さすがにね。はい、サイレントジュージョン 140mm ファン、ちょっと高いねこれね、うん、と思いましたけど、まあね、そんな思うの自由なんで、はい、思って言うのは自由なんで、はい、安いと思う方もいるかもしれませんしね、そんなのはもう感覚ですね、人の。ただこれは私の買い物中動画なんで、はい。ミニ ITX ね、まあミニ ITX4400円、まあちょっと年代にもよるけどね、欲しい人は、うん、欲しいんじゃない、うん、と思うけど、こういうね、なんか、日用雑貨、日用雑貨結構あったね、なんかいろいろ。だからね、掘り出し物がね、ドーンと出てくるね、なんか雰囲気、匂いのするね、ハードオフです、ここ。本当に大船、鎌倉、大船モールで。場所もね、ものすごくね、落ち着いたとこにあったね。なんかね、民家の中のモール、民家の中のモールって言い方あれだけど、駅から遠いからね、全然。なんかほんと民家の中にあるモールの中にあるハードオフなんだよ。うん。すごい落ち着いた環境のとこにあって、でも行きづらいね。行きづらいよ結構。うん。大通りにもそんな面してるわけでもないし。はい、小初ディオ。1100円。これいります?箱付きだからね。うん、なんかチャレンジ、これちょっとだって気になったね。チャレンジしてみてもいいかな、みたいな。チャレンジしたいじゃん。小初ディオで、Windows 11とか流行ってね、なんかそういうの。流行るというかね、Windows 11出ますからね。Win ね、Win 11 ね。そう、ギターとかいっぱいある。うん、だから楽器好きの人ってさ、ハードオフ行くべきだよね。うん。いっぱいあるもんね。俺らも PC 好きだからさ、PC 系ばっか見ちゃうけど、見るとこ全然違うんじゃない?この歩き方も。まあ、買い物中どうかなんで、俺の買い物の仕方というかね、くるくる回ってるよ、みたいな感じ。まあ、カメラちょっと見たいね。カメラもそんな嫌いじゃない。好きだからね。うん。そんな感じですね。ちょっと容量的にはね、ちょっと狭いハードオフなんですけど、まあ、見る人が見ればね、面白いんじゃないかって感じと、あとなんかね、突拍子もないものがありそうな雰囲気がする。まあ、場所もね、鎌倉大船ってちょっとね、まあ、リッチ。リッチな人がね、多いね、地域なんでね、鎌倉ってね。リッチな人が来る、リサイクルショップ、ハードオフ。なんかさ、期待できるでしょ。ね。町柄っていうかさ、土地柄とかさ、町にやっぱさ、ハードオフってその、付随してきますからね。店舗の色、味がね。だからまあ、期待できますけど、私、ほら、見てこの梱包の丁寧さ。あの線も梱包しちゃうんだから。サタのケーブルとかも。すごい、もう、だからジャンク少ないんだと思う、私は。はい。まあ、そんな感じです。ね。お暇なら鎌倉大船モール店に行ってみてはどうでしょうか。それでは失礼いたします。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。